遊んでくれよ、ザコさんよ。修行の成果、見せてやるぜ。うわっ、勝ちだぞ、決める。はぁ、どっか受けてみろ。待てよ、ここ。決める。画装師、やったぜ。ちょっとは強くなっただろ。僕は君を歓迎する。期待しているよ。普通の人間よりちょっと丈夫だからって調子に乗らないことです。よし、やってやるぜ。はっ、決める。はっ、受けてみろ。はっ、おっ、はっ、ザッ、受けてみろ。普通に乗りすぎですよ。決める。どこ、そりゃー、タンクトップブラックホール三次、はあ、うまくいったな。君は強い。わしが出会ってきた中でおそらく最も。壊しちまってもいいよな。修行の成果、見せてやるぜ。はあ、画装師、うわっ、はあ、受けてみろ。はあ、どこに行くんだ。これで決めるぜ。待てよ、この野郎。画装師、うわ、はあ、殺してやる。下がってろ。うわ、デブや、決める。どうだい、やるだろう。最高に気合入ってんな。ますます興味が湧いたよ。遊んでくれよ、ザコさんよ。一丁やってやるぜ。手で決める。うわぁ、はぁ、どこに行く。はっ、はぁ、待てよ、受けてみろ。指示はお願いします。弱点を探ります。ここからが本領発揮ですよ。なんと分析しかた。待てよ、くそれ、行きます。負傷は問題ありません。次に備えて手当てをしておかないと。最高に気合入ってんな。
ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。行くよ。行くぞ。決める。はっ、受けてみろ。はっ、ビッグスリー画装師、よく見ろ。はっはっはっ、受けてみろ。ガソーシ、受けてみろ。僕は君を歓迎する。期待しているよ。頼もしいですね。元気にしているか？最近大活躍みたいだな。もう B 級かよ。協会からの評価も悪くないみたいじゃねえか。いやいや、悔しいけどお前の実力だよ。謙遜なんてするなよ。協会がお前に新たなミッションを発行するとか、そんな話もあるみたいだぜ。ま、何かしら動きがあるまで普段通りヒーロー活動に勤しむのがいいかもな。俺も公園の砂場に野良猫が糞をしないよう見張る仕事に向かうとするかな。じゃ、またな。